バーの高橋さつかです。今日のこのサマーインターンの準備企画なんですけど、今日から8限連続で公開するので、ぜひ見て、他の講義を見てみてください。ということで、今日はその1限目の企画ということで、ま、そもそも就活って何でするのとか、そもそもした方がいいのかなっていうようなことを南さんと柊さんに聞いていこうと思います。ということで、南さんと柊さん、自己紹介の方お願いします。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも見てくれてありがとうね。はい、世界一岡山道場をやってます、南祐希と申します。私はですね、約10年前の2011年頃にですね、就職活動をして5年半サラリーマンをやって、そこから辞めて自分で独立して起業して会社を作ってっていうキャリアプランを歩んでいます。最近はこんな本も出しました。で、はい、問題かけてください。お願いします。問題かけてください。買ってください。というわけで、まあ、自分で会社を経営している感じでございますので、就活のことも分かるし、企業とかそっちの方も分かるという感じでございます。はい、はい、こんにちは、どうもしゅんです。就活してる最中に就活チャンネルを始めて、はい、で就活やりまくった結果、就活しなくていいんじゃないか、就職しなくていいんじゃないかっていうことになって、就活をやめて、株式会社ダイアリーという会社を作って、今会社4期目になります。今日はですね、何か皆さんに有益になるようなことを言えたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今その就活しなくてもいいんじゃないかってことがあると思うんですけど、はい、3年生になったら就活始めて企業入って働くっていうのが普通のルールだと思うんですけど、そもそも就活ってした方がいいと思いますか、しなくてもいいと思いますか、丸罰でお願いします。そういうやつなんだ。主観で大丈夫です。はいはいはい、せーの、はい、お一緒に参加した方がいいと思います。絶対した方がいいでしょう。何言ってるんですか。理由をお願いします。僕が就活した方がしなくていいとか言ったら、もうなんかそもそもチャンネル謎解きやってたって話ですけど、はい、就活において大事なのは、自分のことを知る、仕事のことを知る、受かる方法を知るっていう3つのステップがあると思っていて、結論、自分が人生において何をしたいのかっていうことを知るための活動に置けばいいかなと思ってます。就職活動を利用して自分がやりたいことを見つけるっていう点では絶対やった方がいいなと思ってます。もうやらないでいいとか言ってる人、ちょっと話にならないなっていう風に話じゃないですね、はい、思ってます。はい、宮城さん、まず就活は手段でしかないんですね、うん、何かというと、そもそも人生の目的というか、一番大きな根本的な上位概念をまず考えてほしいんですけど、一番は健康で豊かな生活が歩めること、これがまず一番だと思うんですね。でそれがまず大前提にあった上、そのために手段として就職活動するっていう、あくまでもツールでしかない、道具でしかない。なんで、僕の場合は健康で豊かな生活っていう面で言うと、やっぱお金が必要だなって思ったんですよ、いろんな人生が歩んでるからね。でサラリーマンとして、要は就活イコール会社員イコールサラリーマンなわけですよ。でサラリーマンって良くも悪くも生涯年収が分かってしまうんですね。これいい面でもあるんですけど、悪い面でもある。要は安定もしているけど天井も見えてしまう。それで豊かさという観点においては、これは僕は求めているものではなかったなっていうのは後から気づいたんですね。つまり就活以外の道もたくさん見とけばよかったっていう、すごく後悔を僕自身がしてるんです。なるほど、ありがとうございます。あれですよね、やりたいことをやるっていう点で、それの手段として就職もいい、あくまでも 手段でしかない、起業してもいいし、はい、お金持ちになる手段は別に意外に他にあったりもしますしね。サラリーマンでは限界があります。じゃあ就活をやりたいことが特にないし、就活もあんまり頑張れないなみたいな人が、就活全然頑張らないで適当な会社に入っちゃうと、どうなってしまうのかっていうのを聞きたいです。じゃあ私からですか。はい、先ほども言った通り、仕事って1年目は結構刺激的でエキサイティングなんですね。で2年目もやや刺激的でエキサイティングが続くんですけど、3年目以降あれこれ去年もやったぞってケースが結構増えてくるんですよ。なんで良くも悪くも慣れてくる、マンネリ化してくるっていう、それを5年6年続けていくと、あれ私の人生このままでいいんだっけっていうふうにほぼ確実に悩む、っていうので、そこになって初めて転職どうしようとか、独立した方がいいのかなとか、28、9歳くらいになってくると周りで独立で成功してもう何億円何十億円持ってますって人結構出てくるんですね。同い年でそれが出てくると、あれ私の人生これでいいんだっけっていうふうに悩む。でも私自身がそうだったいう感じで、どうせ後から後悔するんだから、今適当にやらずに今悩んで苦しんでた方が得するよって言いました。はい、今の話を聞いてどう思いましたか。はい、どうも先ほど就職しない生き方の上が限界がないっていうお話だったんですけど、はいはいはい、
逆に就職しないというデメリットについて自分その話を聞いて今考えたんですけど、もし失敗してしまった時に下にも終わりがなくて、もしサラリーマン就職をしている場合ですと下に行くことはないし上に行くこともないっていう一定安定というものがあると思うんですけど、そう考えた時にもうやっぱり経営に勤めてるみたいな、そうですね、はい、例えば親とか、もし恋人がいたら恋人の方とかの反対されて、やっぱり特に日本だとやっぱり就職しないというのは結構リスクが高いっていうふうに思うので、正直じゃお金のためだけにやってたら普通個人でお金を儲ければ儲かるけど、っていうよりも自分が何やしたいのかとか何や実現したいのかとかどういう人と働きたいのかっていうのを真剣に考えて、その手段が起業が良かったらいいと思ってて、それがスタートアップに入るとか起業じゃない形であったりとか、まあ大手企業で入ってこの力をつけるみたいなもう決めでやってしまうのも全然ありだと思うので、起業が全てでもないと思っています。何か質問ありますか？それでも僕からですか？はい、まず、はい、ごめんなさい、起業って単語に一言に収束してしまったらちょっと悪かったなと思って、はい、反省してるんですけど、はい、起業の中でも要は自己資金株式 100% やるケースと、うん、外部資本を入れてエクイティで資金調達するケースって多分全然違うんですよ、うん、僕は絶対に外部資本入れないわけですよ。これは結局起業家でもめちゃめちゃ分かれる論争で、はい、要は上場を目指すのか目指さないのかっていう外部資本を入れるか入れないか問題なので、うん、僕は外部資本入れずに金を稼いでいきたいというふうに思っている、はい、でもシュンは外部資本入れて仲間を増やして人を増やしていきたいというふうな考えを持っている。これは哲学的な話なので正解はありません。僕も、ちなみに僕外部資本入れてないですよ、まだ借り入れで大変ですよ、大変ですよ、はい、ごめんなさい。なんかお二人の話聞いてて結構就職と起業のなんか結構二極化 してるかなって印象を受けて、なんか自分が最近就職活動する中でどっちも一緒にできるなっていうのをすごい感じていて、で自分の可能性を広げるためにもまず企業に就職して、でそこで自分のすごい市場価値をすごい高めて、その企業に勤めながらも傍ら自分の市場価値をこれ使って個人でも活動していくっていうこの両立がすごいできるかなっていうふうに考えてるんですけど、うん、そこら辺の意見も。うん、めっちゃいいと思います。てか僕その就職することのメリットはそのある種肩書きつくじゃないですか、うん、やっぱ例えば伊藤忠商事出身ですとか言うだけですごそうに見えるじゃないですか。そうですね、すごくなくても、うん、その単純な金お金の資産じゃなくて人的資産とかその錯覚の資産を作るっていう点ではいいと思いますし、まあ、そこで身につけた専門性で自分でやるとかもいいと思うので全然いいと思いました。はい、はい、じゃあ僕が主に錯覚資産は今はあっても、うん、これ5年後10年後に多分右肩下がりに下がっていくと思うんですよ ね、うん、今はもっとどこどこは聞くけど結局5年後10年後って多分例えば YouTube で10万人いますとかそっちの方が価値めちゃくちゃ大きくなっていくと思うんですよ、うん、なんでどこの企業に所属してるかよりも何をやってるかの方がすごい大事、うん、って話がまず1個目、うん、でもう1個目でその両立できるんじゃないかって話は僕は基本両立はあんまり効果的じゃないかなと思っています。なぜなら、起業で成功するためには、やっぱり周りの人から応援されて支援されないと絶対に成功することはないんですね。例えば、旬の会社でもいろんな方々がいて、編集をしたりとか、撮影をしたりとか、企画を考えたりとか、いろんな人がいるわけですね。そんな人が、例えば旬が片手間でやってますっていうふうに言ったら、絶対誰もついてこない。確かに。絶対に成功しないんですよ、片手間。確かに。というわけで、やるなら人生かけて全力でやってますって言わないと効率が悪い。それで片手間は、おすすめしません。だけどでもやっぱやりたいこと見つかんないじゃないですか最初って、うん、僕も起業したといえど最初の2年ぐらい就職活動も普通にやってたんでそんなでも0か100じゃないなってグラデーションだなと思うのでもういろいろやりまくってでも一回就職した方がいいなと思ったらするべきだし、まあ、リスク学生企業もあんまゼロなほぼゼロなので休学とかしてたらほぼゼロって考えるといろいろやった方がいいなとは思いますね。じゃあもういろいろ経験するための手段として、はい、就職活動をして、うん、一つの選択肢というか、はい、うん、ありがとうございます。就活するかしないかも遅くないなって自分就活するとしたらいや本当就活する人が見てるからこのままするとそのまま必要なかったんでごめんなさいね。それぐらい本気で人生を大人からも言おうか。本当そう、そうですね。就活するとしたら見ないかもしれないから就活されたと思うんですけど、はい、企業を選んでいけばいいのかなっていうのをお聞きしたいです。異論めっちゃ認めないんですけど、はい、超
超優秀な学生全員スタートアップ行くべきだと思ってます。これから伸びる、まあ、まだちっちゃい会社に行くべきだなと思っていて、結局超超優秀層の人が、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、商社とかその 外銀とか行くのマジ日本の成長の経済成長の損失だと思ってるんですよね。というのも10年までいかないかもしれないですけど、裁量権あるとは言いつつできることの幅って限られて、自分のある種やりたいこととかなんか成し遂げたいことに付随するある種小回りの利くこれから伸びるところに属して一緒に大きくするっていうところの方がジェネラリストにもなるしスペシャリストにもなれる可能性が高いと思っています。はい、僕はだからまず起業してなんか自分で自分はこれできます、ありがとう、企業を選んで自分企業を選んで自分で言うのが全体なんですけれども、はい、そうじゃなくてまず自分は例えばね、あ、こうデザイナーとかエンジニアとか何かこう一つの専門分野としてプロフェッショナルとして生きていきたいというふうになったとすると、大事なことは師匠なんですね。その師匠からどう盗めるのかっていうのがすごく大事なので、大企業だろうとスタートアップだろうと社員2人しかいない会社だろうと、要は自分の師匠が誰になるのかがすごい大事なんです。その師匠を誰にするのかっていうのを決めるのが就職活動だと思ってます。確かに。うーん、でその今スタートアップに行った方がいい感じだと思うんですけど、スタートアップはスタートアップでもいいスタートアップ、いや本当そう、いっぱいあります。いや本当そう、だからごめんなさい皆さん、これ見てスタートアップ行ってよく分かんない感じだったらごめんなさいなんですけど、はい、なので、はい、なので、はい、代表者と結婚するレベルで自分の人生を注げられるかどうかっていう、自分のリスペクトがあるかどうか、うん、尊敬と愛があるかどうかぐらいのレベルまで、覚悟を持って取り組めるかどうかがすごい大事です。だから、まあ、まずは広げるってフェーズですね。まずは広く見てそこから絞めるっていう。広く見るってどういう意味で、たくさんの人が会うです。もう数珠つなぎで、例えば会社員としてプロフェッショナルの人とかも自分で何かやってますみたいな人とか、自分で経営してますとか、もういろんな人と会いまくって、とにかく世界を広げて、広げた上でじゃあ自分の尊敬する師匠となるような人は誰でどんな要素があるのかっていうのを分解していくっていう作業です。ちょっと話戻ってしまうかもしれないですけど、はい、能力のある方は、そういったスタートアップや就職しない方がいいみたいな話だと思うんですけど、では能力、自分の強みが分からない方だったり、あと、まあ、本当にないというか次、勉強化される強みではない、という方は、おとなしく就職しようと。はいはいはい。あ、落ちてください。はい。ですね、まず、能力という言葉があんま適切じゃないと思っています。いや、本当そう。能力じゃなくて、人生は全てモチベーションなんですね。いや、本当そう。やる気モチベーションなんですよ。要は平均、市場の平均点よりも高いモチベーションで取り組めるかどうかがすごい大事なんですね。なんでこのモチベーションが高ければそれはイコール能力が高いと僕は思ってるんで、それは能力っていうのを今学生の目線からするとなんか東大だ慶応がいいというふうに思っちゃいがちなんですけど、そうじゃないんですよ。じゃなくてこの何かに向けてエネルギー高く取り組めるかどうかがすごい大事です。さらにその起業した方がいい人と起業せずに就職した方がいい人で向き不向きの話もつながってくるんですけど、起業して自分で何かできる人の特徴としては、過去にとんでもない大きな挫折経験がある人、その人って今生きてる中でめちゃくちゃ反骨精神があって何くそと思って、でも絶対誰にも負けない努力してやるっていうエネルギーが違うんですね。でそういう人は起業してもエネルギー高くやれるんですよ。で一方でそういう経験がないよって人はもしかしたら起業には向いてないです、はい、じゃあ強みがない方でもそのモチベーションによってこれからどんどん伸びていく。そうです、その通りです、その通りです。あれ、はい、次、千葉さんちなみに大竹さんはどっち派ですか、モチベある派ですか。自分はできれば就職しない生き方を目指していきたいなというふうに思うんですけど、いや、思うじゃないですか。でも、別に自分の強みもさほどわからないというところもありますし、うん、もし失敗したら怖いっていうので、うん、周りと同じように就職活動を始めていこうかなっていう段階です、うん、いや、わかるわ。中学生の時の英語の試験、覚え出してください。平均点を周りの手で少しだけあった、自分が思っている平均点は低いってことです。だから勝てるってことです、簡単に。他のよりプレスしている平均点があったとしても、お仕事のオファーをいただけるという話は全く別なんだなというふうに。そのメンタルです。ストロングスタイルすぎて伝わらない。大会系すぎて。僕さっきの南さん の挫折経験とかあるのめっちゃ大事だなと思う、はい、一方で挫折経験なくても全然挑戦はすべきだなと思うんですよ。起業じゃなくてもいいですし、その自分ができなさそうなことにチャレンジすることはまた新しい挫折経験になるので、とにかくまだ言って21歳とかしか生活しなくて挫折なんてないじゃないですか。だって結局その挫折を
を、まあ、仮にしてなかったとしても今ある時間で残り学生生活1年半とか、あ、1年かでも、まあ、就活までは1年みたいな、うん、就活までは1年ですね、うん、その間に自分なりのなんかできなさそうだけどちょっとやってみたいなっていうことをやりまくった結果、自分が結局何したいかっていう最終地点受かった時にゴールじゃなくて何がしたいかっていうのを一旦仮決めでも納得感が出た状態がまあ終わりだなと思うので、世の中の内定取ることがゴールではなくて自分が何したいのか知るっていうのがゴールだと思ってるので、現体験がなくてもやりたいと思ったらやるべきだと思います。はい、ありがとうございます。はい、就活するのになんか人生の授業みたいな、なんか1限目は大丈夫ですか？1限目ぐらい回してないんじゃないですか？8限目ぐらいの方がいい。ちょっと今までのお話は不意なんですけど、大事なことは自分の将来像をしっかりと解像度を高く持ってそこに向けたモチベーションに沿っているかと、その企業で市場価値を高めることができるかっていう観点で結構企業を選ぶことが大事。まあそうなんですけれども、今最初に話したその自分のやりたいことの解像度っていう意味で言うと、自分のやりたいことって絶対に毎年レベルで変わるんですよ。変わる、これ 100% 変わるもんなんですよ。もうそういうもんなんですよ、だから変わる前提で今はこう思ってるっていうふうに決めるといいかもしれない。絶対に変わりますけど、っていうのはその人との出会いによっていろんな人と出会っていくと、私こっちの道の方が好きかもみたいなふうに突っ込んでいって、いや違うの違ったわっていうふうにいろいろこう見ていく中で変わっていきます。以上。わかりました、ありがとうございます。まあ、だからあれですよね、働く経験をするのはめっちゃいいなとは思いますね。なんか結局どの会社で働いても、例えばテレアポするとかメール送るとかなんか商談するってやることどこの会社でも一緒だと思うんですけど、何を見てやるとか何を大切にしてとかどこを目指してやるかっていうのは会社によってかなり違うので、それをなんか肌で感じるとか、まあこういう機会でいろんな大人の人にあの聞くとか社長に聞くとかっていうのをしまくったら、自分がこの人の感覚とは似てるなとか、あの同じことやっててもこっちの楽しいなとかが見えてくると思うので、いろいろあの働くっていう経験をやるっていうのは一般的に就職活動だと思うし、あの人生を生きる上でもめっちゃ大事だなと思いますね。ありがとうございます。はい、ということで、あの1限目の就活をなんでそもそもやるのかなっていうところと、就活やるとしたらどういう観点で企業を探せばいいのかなっていうのを授業やってたんですけど、そうですね、今も深すぎて人生 あの心得みたいな感じの授業だったんですけど、これを見てね、皆さんのこれから進路を決める中で少しでもあの役に立てばいいなと思いました。そうですね、でこれが全てだと思わないらしいですね。言うて僕大した子がいいんだよ、僕とか本当に。なんでただの意見なんで、うん、あのそれを踏まえて自分はどうしたいのかっていうのを考えて、もう来年あたり全然違うこと言ってるかもしれないですね。就職をしろみたいな。まあ、共通して俺思うのはやっぱり広い世界を知りましょうっていうのがあって、もう本当に狭い視点になっちゃうから、それをもうぶっ壊すぐらい、とにかくめちゃめちゃ広く見るぞっていうぐらいの意気込みで何事も取り組んでほしいと思ってます。うん、そうですね。はい。全部同じしないで、少し参考にするだけで見てくれればなと思います。はい、うん、最後にしゅんさんとみなみさんからこれから就活頑張る PM 届けに向けて応援メッセージお願いします。でまあ、新しく3年生になってあのサマーインターンしなきゃとかいろいろあると思うんですけど、僕就職活動始めたの実際4年生の夏とかなんですよね。なんで結局今やらなきゃいけないかっていうところで、別に後から始めてもまあなんとかなるんですよ。ただ早く始めれば始めるほど就職活動に関わらず絶対軌道修正効くんでやった方がいいと思ってて、で特にインターンはその働くっていう経験も一生これから60年ぐらいすると思うんで、その第一歩としていろんな会社でもう短期間であの働ける経験ができるっていうのは今しかないと思うので、いろいろやりまくった方が明確メリットが大きいのでやりまくった方がいいなと思ってます。なので一緒に頑張れたらなと思ってます。ダイアリーのインターンは長期インターンめっちゃ募集してるので、あの本気で世界で戦える会社を作りたいと思ってる方は応募いただけたらなと思ってます。はい、私からはやっぱり若さっていうのは必ずなくなってしまうので、後悔しないように行動をしてほしいっていうのが一番大きなメッセージです。で行動をすると必ず目標を定めてその目標に向けて挑戦するわけですね。で必ず挫折経験絶対に生まれるんですよ。その挫折経験が早ければ早いほど得をするんですね。むしろこれから挫折経験を後回しにして30歳35歳に気づいてもう遅いんですよ。なんでむしろ早くから挑戦して挫折経験を積んで自分の価値観を知るっていうのは早ければ得するので、今この動画を見てる人はみんなラッキーと思って自分の何か成し遂げたいことに対してすぐに行動してほしいなと思います。
え、ちなみに僕さっき今あるじゃないですか、学歴フィルターとか就活で、マジで社会に出たら全く関係ないから、その引け目に感じなくていいと思ってて、むしろそれをバネにしてモチベ高く頑張り続けて挑戦し続ける方が価値があると思うので、頑張っていただきたいなと思います。確かに大学生のうちとか社会人 1,2,3 年目ぐらいのうちはどこ大卒みたいなこと聞くんですけど、27ぐらいを超えてくるとどこ大とかみんな知らないんで、もう聞かないんですよ一切。むしろ 27,8 ぐらい超えてくると今何をやっているかっていうところをめちゃめちゃ聞いてくるので、それで会社員としてこういうことやってますとか自分で何かやってますとか、そっちの方が大事なので、 それをだからバネに学歴とか関係なしに自分が今何をやっているかって話せるようになってほしいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで一元の授業は終了になります。これからもたくさん授業続くのでぜひ見てみてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあ